キノコ王国は、任天堂のコンピュータゲームマリオシリーズに登場する架空の王国。国を治めているのは、ピーチ姫であり、首都は、キノコタウン。大陸的規模で見れば、キノコワールドに属する国の一つである。最初に、地名自体が扱われたのは、スーパーマリオブラザーズ3だが、地形は作品ごとによって毎回異なる。キノコ王国の地理に関することは、 スーパーマリオ RPG 以降の RPG 系統の作品で多く扱われた。明確な地図があるのは少なくとも、スーパーマリオワールド、スーパーマリオ RPG、マリオルイージ RPG2 であり、最新の地図はマリオルイージ RPG2 である。キノコ王国の地形はマリオストーリーに登場する、ゴツゴツ山のような、 険しい山々から谷や砂漠など様々である。また、作品によって国の地図が変わる。スーパーマリオ RPG の場合、クッパ城の見える一帯は闇に包まれている地域がある。平野には至るところに裂け目や穴が開いており、落下すると命を落とすことになるので、散策する際には非常に注意を要する。また、土管などが多く、 地面から露出しており、一部の土管には、隠された場所に繋がっている場合がある。非常に多彩な動植物が存在している。一見、亀やキノコのような姿の生物がいるが知的、生命体であり、人間と共存している。むしろ人間は少数派である。菌類には、摂取すると、一瞬にして、体を倍以上巨大化させるスーパーキノコがある。植物は、 ファイアフラワー、アイスフラワーなどがある。また、パックンフラワーと呼ばれる人体に攻撃を加える植物が生息している。なお、スーパーキノコ、ファイアフラワー、スーパースターはレンガに変えられたキノコであり、これらを見つけて助けると、パワーを分けてもらい変身できるという胸のことが書かれている。キノコ王国には、貨幣経済が成立しており、通貨単位はコインで、 一般的な金色から赤色や青色など色によって価値が変わる。マリオカート64では自動車やバス、機関車がスーパーマリオサンシャインでは初めて飛行機が登場した。また、下水管の整備に関しては非常に先進的であらゆるところに土管が見られる。ペーパーマリオ RPG に登場するモコリムの発言からカラカラ砂漠には 石油があるということがわかる。また、スーパーマリオ RPG では、ドゥカティン行が登場している。スターを除いた星のかけらなどは、有効利用されないらしい。ヨッシーのロードハンティングでの、ジュエリーランドのパイン王子と友達というピーチの発言から、ジュエリーランドとも親交がある模様。さらに、マリオルイージ RPG では、豆の種族で構成された。 マメリア王国が西側の隣国だということが判明しており、マメリア内に施設を送ったり、リトル東京のような都市、リトルキノコがあるなど友好関係にある。また、同作でマメリア王国南部に空港があることが判明している。スーパーマリオオデスイでは、帽子の国、砂の国、湖の国、森の国、の国都市の国、雪の国、海の国、 料理の国からの観光客がピーチ城に訪れるようになった。軍事力は有しているが、非常に限定されたものであるらしく、その結果、ピーチ姫が幾度もクッパに誘拐され、城のみならず国土が占領されるという事態が多発している。そのため、有事の際にはマリオ兄弟に助けを求めざるを得ないのが現状である。しかしそれは、 キノコ王国が過度に軍事力を求めなくても、統治可能であるという、穏やかな国民性を反映した結果であるともいえ、直近のところ、軍事力強化は行われないようである。スーパーマリオ・ギャラクシーでは、ピーチ姫を守るべき立場のキノピオ兵が襲ってきた、クッパの気迫に押され、ピーチ姫の後ろに隠れるシーンがある。その一方、クッパを中心とする、クッパ軍団は、 王国と比較にならないほど強力な軍事力を有しており、幾度も王国占領を画策している。しかし、その度にマリオ兄弟の驚異的な活躍によって阻止されており、そういう出来事は世界的に有名な物事となっている。とはいえ王国の楽観主義に苦言を呈する意見も少なくなく、大乱闘スマッシュブラザーズ X では、ソリッドスネークがピーチ姫に、 二度とさらわれぬよう警備を強化すべきだと助言している。スーパーマリオ RPG とマリオストーリーではキノコ大臣が登場し、スーパーマリオサンシャイン以降の作品ではキノジーと呼ばれるピーチ姫の執事が登場する。ピーチ姫が城にいないときは大臣が城を管理する。有事の際にはドクターコキノやキノックルーなどの有識者が集い会議をすることもある。 一部の村や町では、地方公共団体に近い作りをしていて、村長などがいる。国交の面に関してはあまり触れてはいない。マリオ兄弟らが幾度か他国の危機を救っている。キノコ王国や、キノコ城周辺では、ゲーム作品によって、一定の期間ごとに開催される恒例の行事や、様々な事象によって、突如開催することになった行事など数多くの、 模様し物が行われている。祭り系からスポーツ大会系まで様々な種類が存在する。大部分はキノコ族のキノピオが占めている。一部のクリボーは裏切ったためにクッパの配下になった。住民の種類は RPG 系統の作品から急激に増加し、もともとは敵の設定であった亀族なども一部としては住民になっている。もちろん、 マリオやピーチ姫などの、いわゆる人間も居住している。ただし、マリオはかつては、ビッグシティという町に住んでいた。その町にはポリーンも住んでいた。主な住民は、キノピオ、クリボー、ノコノコ、パタパタ、ボム兵、兵法、ヨッシー。ありがとうございます。